ハロー YouTube、 皆さんこんにちは、こんばんは。今回も始まりましたスノーボードハッチャンネル、ご視聴いただきまして本当にありがとうございます。さて、今私はハンターマウンテン塩原に向かっております。私のホームゲレンデですね。今日もスノーボードの方滑っていきたいと思うんですけれども、昨夜はね雨が降りまして、今ちょうど午前10時ぐらいですけど、だんだん止んできたかなっていうところで、予報としてはお昼ぐらいにはちょっと天気回復するみたいなこと言ってましたので、ちょっと遅らせてねスタートしております。なんと本日からハンターマウンテン塩原では山頂から麓まで 3000m のロングランできるということで、コースがねつながったんですね。昨日までは上級コース、マディソンアベニューとウォールストリートの2コースのみオープンだったんですけれども、本日から下までつながったということで 3000m のロングラン、もうねこの雪のねあまり降らない時期にありがたいことですね。ということで本日は 3km のロングランを思いっきり楽しんでいきたいと思います。コース状況や道路状況なんかもお伝えできるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。はい、ということでこちらが日円もみじラインの道路状況ですね。現在時刻は10時ちょい過ぎ、今朝はね雨が降っておりました。路面はウェット、気温は2度なので、まあ、寒いのは寒いですね。でこの先にはエーデルワイススキー場が見えてまいります。エーデルワイスもね今週末かなオープン予定になっております。ちょっとね車止めて雪の状況を見ていきたいと思います。こちらエーデルワイス、今日は降雪機動いてないですね。ただ見える限り真っ白にはなっています。こういった感じになってますね。それではまたハンターマウンテンに向かって走っていきたいと思います。路面状況はこういった感じ。はい、ということでハンターマウンテン塩原到着しました。相変わらず駐車場に積雪なんかはありません。到着しました。では早速準備の方をして、まあほとんど準備できてるんですけど、ゲレンデの方に出ていきたいと思います。はい、ということで現在時刻10時半、まあ雨の影響もあるのか、ここからは人はあまり見えません。空いていますね。まあ金曜日平日というのもあるでしょう。空は曇天、前よりだいぶ雪本当につけてくれてますよね。これすごいです。前は砂の一本道だったんですけど、もう真っ白です。素晴らしいです。で今日はせっかくなので、あちらですね、第1クワッドリフト、あちらから乗っていきたいと思います。楽しみ。今シーズン初の第1クワッド乗りました。ちょっと様子をご覧ください。おお、ついてますね。広いじゃないですか。すごい、しっかり息ついてますよ。早速ねグラトリをバンバンやってる方もいますし、初心者の方なんかもねここなら練習に最適じゃないでしょうか。であそこでは渡辺博美選手、この前出てくれた最強カービング女子がレッスンしてますね。お疲れ様です。いえ、楽しみです。本日のマテリアルですね、本日はこちらです。モスキングキャバレロ157センチですね。でこちらにフラックスの XF を装着しております。今シーズンこれ初めて乗ります。なので、プレートはねあえてつけずに、まずはボードの特性をつかもうということで、素のまま乗っていきたいと思います。ハーフパイプの盛り土が崩されまして、このようにフラットバーンになっております。で残念ながらね今シーズンはハーフパイプをやらないということで、代わりにねバンクドスラロームのパークができるということなので、そちらをね楽しみにしていきたいと思います。ではそろそろ到着しますので、1本目滑っていきます。
ということでね、3キロのロングランということで今1本行ってきました。マディソンからの初級コースですね。長いですね、やっぱり結構足にきますね。まあ、いいトレーニングにもなりますよ。気持ちよかったです。雨の影響でちょっと湿雪で少し柔らかいかなっていう、でもズブズブ柔らかすぎるわけじゃないです。シャーベットでもないです。いい雪でした。クワッと降りまして、向こうが、マディソンで、こちらがウォールです。どちらも、ガスがすごいです。そしてこちらが繋がったんですね。結構ねこっち好きなんですよね。ということで次もここ滑っていきたいと思います。Thank you.
本日は 3000m 山頂から麓まで滑れるということでハンターマウンテン滑ってきたんですけれども、やっぱり滑りごたえがありますね。気持ちよかったです。雪質も朝まで雨が降ってたんですけど、ベースがしっかりしてますので、もうズブズブっと 入りすぎちゃう雪じゃないです。気持ちいい雪でした。いや、 やっぱりロングランね、とても気持ちよかったです。最高ですね。練習にもなりますし、足慣らしというか足のトレーニングも兼ねて、自分の場合はねガンガン滑るんですけども、今日は本当にいいスノーボードができたと思います。ということで、スノーボードハッチャンネル、今回も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。スノーボードハッチャンネルでは、スノーボード、プラド、ハーレー、薪ストーブなどなど楽しいと思えることを中心に動画をアップロードしております。少しでも興味があるなという方はぜひチャンネルの方ご登録いただいて、過去の動画や最新の動画などなどご覧いただけますととても嬉しいです。ということで、スノーボードハッチャンネル、今回はこんなところで失礼したいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。